夜桜さんちのミニ作戦。なにこれ、週刊スパイです。浅野さん、ご結婚おめでとうございます。ちょっとマイク刺さってます。今のお気持ちは？奥さんの好きな手料理を教えてください。卵焼きですかね。ウェイ、のろけてんじゃん。リークされるの早かったな。太陽大丈夫かな。双葉姉ちゃんが向かってるから心配ないよ。あれ、京一郎兄ちゃんは？お二人と馴れ初めは？プロポーズはどのようにしましたか？いや、それは交際ゼロ日婚というのは本当なんでしょうか？そこに愛はあるんでしょうか？え、一時の気の迷いではないんですか？離婚の弁護士紹介しましょうか？こんなとこで生まれくそとも知らない奴に大事な妹を。そう、さすがに貴様人の前で暴言は。誰がお父さんだ。言ってねえよ。万が一娘を悲しませてみろ。お前の命を百先にしてくれ。まったく、こんなことだろうと思ったよ。双葉姉さん、いや強すぎ、めり込んでるんだけど。ほら太陽、一言言ってあんたが締めな。いや、あの、ああ、悪い悪い、そういえばあんた人見知りだったね。夜桜さんちのミニ作戦。お、どうしたの？いや、この車って本当にゴリアテが運転してるんだな。うん、そうだよ。運転上手だよね。ああ、うん、そうなんだけど、そうじゃなくて。黙れ。いつ娘と話すことを許可した？許可制？いや、その、犬が運転しているところを見られたらさすがにまずいんじゃないかなと。どこ法的に？酒を飲んでるわけでもない。何か問題でも？いや、お酒とかじゃなくてもっと根本的な問題。ああ、そう、この先検問してる。やばいですよ、さすがに見られたら言い訳も聞かないって。おお、すみません、お酒飲んでないかチェックさせてください。いや、普通に対応してるし。はい、問題ありませんね。いやいや、問題しかない。ん？やば。あの、すみませんが免許証を確認させてもらえますか？ああ、犬ってことはスルーしたとしても無免許でアウトだよこれ。ああ、って持ってる？しかもゴールド免許、さらに全種類制覇してる。はい、ありがとうございます。これからも気をつけて運転してくださいね。ゴール。夜桜さんちのミニ作戦。精が出るね。双葉姉さん、ちょうど私も今からトレーニングに出るつもりでね。あんたも一緒にどうだい？いいんですか？ありがとうございます。うん。レベル1。ほら、もっと腰を据えな。どこがレベル 1？レベル2。お猿さん、お猿さん。レベル100。おや、ちょっとぐらつくね。はい、すいません。気が散ってるんじゃないかい？いや、だってちゃんとやらないとゴリアテが起きちゃうよ。これだもん。やばい、足がもう。あ、夜桜さんちのミニ作戦。それでは今からじゅ授業を始めたいと思いま。やっぱり無理だよ。先生頑張って。負けるな。先生が応援されちゃってるよ。それでは今日は矢への使い方について勉強していきたいと思います。まずはこちらをご覧ください。
八重は最大出力800万ボルトの電気銃で、弾倉は7発。弾は特殊なエレクトリックショック弾を使用し、グリップに仕込まれたボタンを押すことでチャージを開始。弾丸へとエネルギーが供給されます。破壊力もさることながら、耐熱防水低反動に省エネ構造となっています。見てくださいこのボディ、かのコハルトリボルバーの中でも職人の技によって完成されたパイソンを思い起こすような透き通るブルー仕上げ、スタイルのいいグリップ、トリガーのストロークも短めで充填も早いから連射もできば、はい先生。ごめんやっぱり俺の教え方が分かりづらいのかな。後で復習したいのでムービーデータください。むつみは勉強熱心だな。あ、多分それ違います。なんだこのボタン。ああ、気をつけなきゃいけないのが、グリップの裏がスタンガンになっていて、間違ってスイッチを押せば自分が気絶することになるから注意して。くださいよ。夜桜さんちのミニ作戦。かなあ。いや、でもこっちの方がいいかな。どれにしようかな。悩むな。任務といえど気合い入れなきゃだよね。誰かに相談しようかな。京一郎兄ちゃんは論外として、双葉お姉ちゃんは任務に出てるし、しお姉ちゃんは服とか興味ないでしょ。剣豪は悪乗りするし、心臓兄ちゃんは責任の重さに泣いちゃいそうだし。七尾に聞いてみよう。もしかしてゴリアテが選んでくれるの？さすがのゴリアテも女子コーデまでは。本当に選んでくれたの？っていうか早っ！これはトップにボリュームを持たせつつ、ハイウエストのスキニーで足長効果を演出。遊園地という立地を考慮した動きやすい、でも手は抜かない小物のバッグもさりげない完璧なデートコーデ。女子力で負けたわ。 ありがとうゴリアテ。夜桜さんちのミニ作戦。太陽、その腕どうした？いや、今朝寝ぼけてたらまたゴリアテの尻尾踏んじゃって。道理で今日はコントローラーの動作が鈍いと思った。まあいっか。じゃあ私ちょっと仮眠するから、あとよろしく。さすがに一人じゃまだ無理ですよ。大丈夫大丈夫、助っ人呼んどいたから。ゴルゴさん、この人ボイチャオフなんだ。よろしくお願いします。すみません、俺今日腕怪我しちゃってて迷惑をかけてしまうかもしれません。ありがとうございます。よかった、ゴルゴさんいい人そうだ。ゴルゴさん、敵2体そっちに行きました。援護入ります。おお、勝ちましたね。ゴルゴさんのおかげです。ゴルゴさん本当にいい人だな。シオン姉さんの知り合いってことは同業者だよな。よかったらまた一緒にゲームしません？お前かーい！夜桜さんちのミニ作戦。太陽兄ちゃん、朝だよ、起きて。七尾、おはよう、一緒に朝ごはん食べよう。兄ちゃん、僕の卵焼きあげる。七尾も卵焼き好きだろ。食べていいんだぞ。兄ちゃんにあげたいんだ。ありがとな。兄ちゃん、一緒に映画見よう。あ、疲労に効く薬だよ。ありがとな。兄ちゃん、僕も一緒に入る。
俺の弟を殺したきゃ、俺を殺していけ。キャー、かっこいい。京一郎兄ちゃん、騙されるな、七尾。あいつはただの変態だ。なになに、変態スパイランキング期待の新星、日本各地を裸体で走り抜ける、俺の太陽を見ろと言わんばかりの。太陽兄ちゃんをバカにしないで。何事？愛だよ、愛。夜桜さんちのミニ作戦。ああ、腹減った。スイも室長もいないし、一人でチュキ屋でも行くかな。誰だあの美少女。黒髪ショート、まつげロング、軸強め、目つき悪め、全部俺のドストライクじゃねえか。まさかこれが来い。一つでんすまない。俺君に一目惚れしたみたいだ。俺オーガって言います。あなたのお名前は。いや、オーガ。まさかオーガ、俺って気づいてない。だとしたらまずい。今正体をバラせばきっとオーガの黒歴史に。ヨーコです。ハスキーな声も素敵だ。オーガー、これ以上傷を重ねるな。ごめんなさい。私そこで何をしている。スイ、もうダーリン、すぐ戻るって言ったじゃん。ち、悪いな、心配したよハニー。顔とセリフ合わせろよ。そんな、スイ、いつの間に大人の階段を。じゃあ僕たちはこれで。ごめんオーガ、お前のためだ。おいスイ太陽、お前ら便所投げんぞ。ぷ、腕まで組んで仲良しかよ。夜桜さんちのミニ作戦。ずいぶん大量に作ったね。つい。しかも太陽様の好物ばかり。なんでいるんだよ。ちなみにこっちは。つい。あやかが監修しました。太陽。泣かないでよ兄ちゃん。僕も。やれやれ、ちょっと出張任務に出てるだけさね。そう悲観的になるもんじゃないよ。ただいまみんな、兄ちゃんが帰ってきたぞ。ふう、あんたは自重しな。お、今日は俺の好物ばっかりじゃないか。いや、どう見ても違うだろう。何を言うシオン、むつみの手料理、それすなわち俺の好物さ。今日の兄ちゃん、キサキモド増してんな。むつみ、兄ちゃん今日任務頑張ったかな。ご飯あんして食べさせてほしい。食べさせてほしい。お兄ちゃん嫌い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 。恨み違う、恨み違う、恨み違う。おかんが。夜桜さんちのミニ作戦。どうしてなんですか陽介さん。ふん、俺の女は俺のもの、お前の女も俺のものだ。ごめんね、たかし。レミコー、たかし。ちょっと、あー、ごめんなさい。二人ともすごい感情移入しちゃってる。まだ大人のドラマは早かったかしら。母親か。つーか、主役の俳優が太陽に似てる気が。全然似てないびっくりした。
太陽はこんなゲスなことしないし、優しいし家事も手伝ってくれるし、こんな俺様キャラじゃない。いや、顔だってむつみ様に以下同文です。浮気を疑ってたけどな。ただいま。太陽はこんなに上腕二頭筋も腹直筋も大腿四頭筋もたくましくないよ。女子二人も抱きかかえられないから。むつみ様に以下同文です。筋トレいってきます。太陽様。ゴロ、突っ込まねえぞ。夜桜さんちのミニ作戦。むつみ様、これで本日128回目のため息です。数えてるんだ。かわいそうなむつみ様、太陽様の邪魔にならないよう電話もかけずお帰りを待つなんて、なんてけなげ儚げ尊げなお方。好き。電話は、いいこと思いついちゃった。もしもし、むつみ、どうした？ごめんね、任務中に。どうしても太陽の声が聞きたくなっちゃって。お、いつも聞いてるだろ。もう毎日話したいの。太陽に会えなくて寂しいの。ああ、うん。なんかそっけない。そんなことないよ。早く任務終わらせて帰ってきてね。ああ、頑張るよ。うん、ごちそういっぱい作って待ってるからね。あ、それともお風呂が先？それとも、わ、た…おい、ケンゴ。まったく、私だって我慢してるのに、ケンゴだけずるい。悪ふざけもほどほどにな、ケンゴ。気づかれてた。夜桜さんちのミニ作戦。合言葉は？太陽ドキドキマジラブキュンキュン。お入りください。ん？遅かったね。ごめんなさい、長男を巻くのに少し手間取ってしまって。もう注文は済ませております。お待たせしました。いい腕してるね、マスター。二人はいいな。私は太陽に見つかるからストラップつけられないし。妻ゆえの悩みってやつだね。元気を出してください、むつみ様。あ、このランダムコースター、むつみ様が欲しがってたやつですよ。交換しますか？本当だ、ありがとう。じゃあ冷めないうちにいただこうか。はい。うん、かわいすぎて食べられない。ぐさり。うん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 。夜桜さんちのミニ作戦。お待たせしよん、ミントデラックス買ってきたよ。お姉さんめっちゃ美人だね。一人？よかったら俺らと遊ばない？これってまさか。君かわいいね。彼氏なんてやめて俺と遊ばない？ナンパってやつだ。どうしよう、誰か助けを呼んでって。あ、両手が塞がってるよ。お兄さん、さっきから一人で何してんの？なんでしと？暇なら私と遊ぶ？すみません、俺家族と来ていて。なんて？すみません、困ってるので話してあげてください。太陽！ちょ、あんたには関係。あら、
あなたもなかなか可愛い顔してるわね。お姉さんと一緒に失礼します。うん、太陽、ああ大変なんだ、シオンが。え、シオン姉さんなら。姉さん、ジュース買ってきました。シャス、たくましい。夜桜さんちのミニ作戦。ご覧の通り、めいちゃんはダウンしてしまったから今日一日私たちが図書館の管理を任された。すみません、俺のせいで。気にしなさんな。まああれはしゃあねえって。今日は私たちに任せて。本日一日図書館司書に任命されました、夜桜睦美です。夜桜双葉です。夜桜しおんです。よろしくお願いします。おー、かわいい。なんでこんなに人がいるの。睦美、バンして。お前が犯人かい。しー、皆さん図書館ではお静かに。かわいい。じゃあ図書館ルールの指しすせそ、コール&レスポンスいくよ。はーい。さあ、さわらず。し、静かに。す、過ごしましょう。せ、静寂を脅かす者は。そう、狙撃します。じゃあどんなコーレス。かわいいよ。うるせえ。最高。あのスマホの電源は落としておきましょう。ガチで落ちちゃってるよ。図書館では静かに過ごしましょうね。